ますが、長年夫に尽くしてきたが、お父さん相手にされず、チビと私だけで暮らしてるみたいだよね。話し相手は猫だけ。別れようかなと思うの、お父さんと。なんか思い当たる節はないのか。この間男の人と抱き合ってるの見ちゃった。見えないでしょお母さんが。詐欺か。やめてって。チビ、いなくなったってどのぐらい。チビ、片付けろ。死に場所を探していなくなったんだ。ほっといてやれよ。なんだ。離婚してください。お母さん一人でなんて生きられないんじゃない。あなたのことなら全部聞きたいはずですよ。これは初めて向き合う二人に起きた猫がくれた優しい奇跡。お前に話したいことがある。初恋、お父さん、チビがいなくなりました。